朝日放送グループホールディングス ABC ハウジング ABC ハウジング痛み今陽の里住宅公園 ABC ハウジングは朝日放送グループホールディングスの完全子会社である ABC 開発株式会社が展開する住宅展示場2021年5月実店での展示場数は近畿地方に16カ所関東地方に7カ所でありそれらを住宅公園と呼んでいる 企画、運営は、朝日放送グループホールディングス市会社の ABE-C 開発株式会社が行っている。1966年に、大阪府大阪市を予読の ABC センター内にて、ABC モダン住宅展の名称で、日本最初の住宅展示場を開場した。以後、放送局や新聞社が、モデルハウス展示を積極的に行うきっかけとなった。展示場は、 土地所有者から5年以上の土地一時使用賃、貸借契約を結び、ここに ABC ハウジングがハウスメーカーと提携してモデルホームを設置する。基本的に土地所有者の負担はなく安定した土地使用量が見込める。テレビ CM については朝日放送グループの朝日放送テレビ、朝日放送ラジオ、スカイ A で放送。関東では 新聞折込みチラシでの宣伝を中心に TBS ラジオで CM を放送している。かつてはアンキー局のテレビ朝日や文化放送で CM を放送したことがある。CM には2種類のオリジナルソングを使用。そのうちの1種類は菅原進の作詞、作曲によるもので当初はビリーバンバンの歌唱音源を流していた。朝日放送テレビやスカイエーでは 2012年より朝日放送朝日、放送テレビのアナウンサーを起用したバージョンを放送。CM に出演するアナウンサーは、新聞広告にも登場している。2020年の途中までは、住宅展示場体験と銘打ったバージョンと、広戸歩美が単独で出演するバージョンを交互に放送していた。かつては、道上洋蔵三大沢康治、浦川康之、 武田和歌子が単独で出演するバージョンや、道上、三内沢、浦川、北ゆかり、浦川、武田、武田、小寺優子、犬いまり子、横山太一がコンビで掛け合いを展開する CM も放送。2016年4月からは、北が出演するバージョンの一部に、朝日放送のマスコットキャラクターの、エビシーの着ぐるみが登場していた。ちなみに、 浦川、北、岩本、川添は、おはよう朝日ですで司会を務める期間中に CM や広告へ起用。犬と横山は起用時点で、おはようコール ABC のメインキャスターであった。その一方で、2011年はウルトラマンとのコラボレーションキャンペーンを展開している。ウルトラマンが初放送されたのも ABC ハウジングが、 誕生した1966年であり、共に誕生45周年を記念して実現したものである。なお、年頭から新型コロナウイルスへの感染が拡大している2020年にも、住宅展示場自体は一時期を除いて営業。モデルハウスへの見学希望者には、感染拡大防止策への協力を求めているほか、公式サイト内のモデルハウス別ページ内からの予約を、 推奨している。同年の途中から新たに放送しているテレビ CM には朝日放送テレビのアナウンサーが出演しない一方で上記の内容を盛り込んでいる。各展示場の詳細は公式サイト ABC ハウジング近畿エリアの住宅展示場一覧または ABC ハウジング関東エリアの住宅展示場一覧を参照。以上の住宅公演以外にもかつては 大阪府河内長野市で河内長野住宅公園、高石市で高石住宅公園、トリベール泉住宅公園を運営していた。また都市型展示場、住生活総合ショールームとして神戸ハーバーランドとグランフロンと大阪にハウジングデザインセンターを開設している。かつては東方、成城住宅公園、藤沢住宅公園、横浜、町田住宅公園、 川口住宅公園なども運営していた。跡地には、後にホテルプラザが建設された。TBS ラジオも TBS ハウジングを運営している。TBS 系列で放送されたが、初回放送時、大阪地区は当時 ABC テレビが系列局であった。ありがとうございます。